結構共通は、あでも足払いとかが全然違うんか。なんか技の申しがちょっと普段の普通のキャラ違うから、なんかイメージが つかへんねん。うおっと、あるある。あー、早っ。下げれないか、クリスタルビット。すごい毒神オロチ投げ、へえ、見たことないな。共通だし重いイメージあんねんな。でも判定強いらしいですね。重い代わりに。技の隙が大きいかな。いやー、何してんねん。確認してない。うわ、ごめん。おお、そうなんや。うっく、あはバカだ。こんだけ前やってこないってことは、やっぱ前が弱くなってんな、多分。一生前でよかったからな、ゼロ2は。金さん共通おすすめしたい。ああ、そうなんや。共通はなかなか、まあ、めったに使ってる人いないけど、やっぱり、まあ、やっぱりオリジナルと草薙っすよね。今日1と共通同じぐらいかもしれんな、使ってる人の数。うわー、くっそ、今の入らんか。うわー、いやー、徹底してるな。この配信だといろんなキャラ見るけど、いや、えげつないらしいですよ、キャラ差は。えげつないキャラ差があるゲームらしいですよ。まあ、そこはやっぱりこのゲームのいいとこが出てるんじゃないかな。キャラ人気があるっていうのと、からみんないろんなキャラを使うっていうのと、まあ、やっぱりあとネット対戦なんで、結構気楽に好きなキャラ使えるっていうのもあるんじゃないかな。ゲーセンやったらね、ちょっと問答無用で強キャラが入ってくるけど、あとやっぱそのケーフって結構長年やってる人が多くて、あのいろんなキャラ使う人が多いんですよ。あのストリートファイターより一人のキャラをある程度使う敷居が低いんで、
システムが強いゲームなんで、まあ、それでまあガチで対戦するんやったらこのキャラ使うけどみたいないうのも多いと思う。まあでもこの人みたいなチーム構成はほんまにレアっすけどね、めったにいない本当に。まあ大体そのスタンダードキャラタイプ、まあ強キャラでガチガチの強キャラで固めるタイプか、まあ俺みたいにちょっとスタンダード用のキャラで固めるタイプか、あの台湾の人はそのあのさっきの人みたいなキャラ構成がめっちゃ多い、シャンフェイ、セスとか多いね。まあ、ほんまに見ないなってキャラはでも結構まんべんなく使われてるな、まあ、アテナがでもほんまにアテナはマジで珍しいな。アテナと誰やろな、ブラケンスとか、いやどうやろう、それでもたまにいるなって感じするから。ビリーとかも超珍しい。おっしゃー、この子も初めて決めた。ジョーとかオモテルバーもなんか少ないんですけど、あ、ジョーは少ないな。てかオモテルバーはね、たまたまかもしれんねんけど意外と使う人いる。あー、ロバートかー、やだなーと思ったら、あ、オモテかよっていうのがちょいちょいあるから、うわマジか、意外とね、意外と愛好家がいるよオモテロバート。アンヘル、あ、でもラモン使いもいないな、ほとんど。アンヘルとラモンがほとんどいないかな。ゼロ人の時はめっちゃ強かったんですけど、難しい上にあんま強くないらしいんですよね、アンヘル。ちょっと割に合ってなさすぎるっていう。アテナうめえな。年季が入ってんな。うまい。なんかアテナ戦ってるとなんか無印やってるみたいな。あー出ないか。うめアンヘルはね、2001-2002の時は強かったんですけど、なんか弱いんですよね多分。こんだけ使ってくれないってことは。リード取られるとめんどくさいな。守るのがうまいよこの人。うわー、なにこれ、ブランカやんブランカの電撃やんこれ。おはようございます。ラッキー、よし、今の NC ラッキーやったな。ここだな。うわうえ、見てから現実あんま強くない。そうなんや、まあ、確かになんか機動力ないしな。突きでけえ、ことつきやな。
てかボスアリにしたら もうねイグニスとかが強すぎてだから土俵がちょっと変わっちゃうのがきついよねあいつの。イグニスやらギースやらだいぶぶっ飛んだ性能しないと。熱帯したユータスでリモートシャウファイ。あー確か熱帯はあの中国ぐらいやったらてかようやってますもんね。あー入らんのこれハオやから。あー吹風がゼロ UM のイグニスはあのシュルルシュルルやってるだけで永久です。多分最強キャラなんじゃないかなイグニスが。いやここを粘らんと面倒なことになる。よし。オッケー。あざます。あそこでね、パオにコロッとやられて、追わなあかん展開になると、余裕で、ま、負けるからな。